この動画を通してお勧めしていただきたいなと思います。なるほど、製品を探しに行こうか。では自己紹介をお願いします。はい、イヤホンとヘッドホンを1000本以上レビューしているハマちゃんです。はい、イヤホンの PR の裏方やってますヒラシです。よろしくお願いします。ということで、はい、浜田さんには、うん、特に何も知らせずに来てもらったんですけど、はい、何ですか。はい、ですね、うん、実はこのスタジオにお便りが来ていました。このスタジオにお便りは来ないはずですけどね、まあ、ちょっとお便りが来ておりまして、うん、ちょっとそちらを読ませていただきたいなと。読む、あ、音読すんのや。あ、音読します。あ、そう、じゃあお願いします。はい、音読させていただきます。浜ちゃんへ、僕は17歳高校2年生です。趣味は映画を見ることです。アルバイトが終わった後にタブレットで映画を見るのが僕の楽しみです。タブレットのスピーカーでは満足できなくなってきたので迫力を感じられるイヤホン、ヘッドホンを教えてください。ということでですね、浜田さんにはこのお便りの内容に沿った製品をこの動画を通してお勧めしていただきたいなと思います。なるほど、はい、今あれなんですね、そのタブレットのスピーカーでやってるんですね。そうですね、みたいですね。なるほど。これからあのイヤホンの店舗すぐ近くにあるんで、はい、その製品を探してきてもらえたらなというふうに思うんですが、大丈夫ですか。うん、まあ何の顔なんですか。お客様の声を聞いて鎌田さんはどんな製品を選ぶのかというのを想像しながら見ていただければなというふうに思います。製品を探しに行こうか。はい、ということで製品の選定お疲れ様でした。いっぱいありましたね。いっぱいありました。はい、ではそれでは持ってきた製品をおすすめポイントと一緒に1製品ずつご紹介していただければなというふうに思います。はい、わかりました。じゃあまず1点目、はい、オーディオテクニカのワイヤレスヘッドホンです。 ATH-HL7BT。 これね、ワイヤレスなんですけど開放型っていうちょっと珍しいタイプ。あんまり聞かないですよね。あんまり聞かないよね、うん、価格が19,800円。まあ2万円ぐらいだったらギリ高校生でもいけるかなと思って。この開放型のヘッドホンなんですけど、このワイヤレスヘッドホンって基本的には密閉型がほとんどなんですよね。それなんで密閉型がほとんどかっていうと、ワイヤレスヘッドホンを使うシーンっていうのは基本的に屋外を想定されていることが多いと思う。でもこのワイヤレスヘッドホンは屋内を想定されているヘッドホンなんですね。非常に珍しい。でこれはあの開放型のヘッドホンなんでめっちゃ空間を感じ取りやすい。でかつ10分の充電で約150分の駆動が可能。充電し忘れてもすぐに映画1本分ぐらいやったら見ることができる。低遅延のワイヤレス接続も対応してるんで、タブレットで室内で映画を見る、こういうシーンには抜群に良いというふうに思います。あとひらしこれ持ってみて。はい。軽くない。めっちゃ軽い。全然詰まってないぐらいの軽さ。めちゃめちゃ軽いですね。でもなこれがね、軽っ。すごいですね。どんな映画とか作品におすすめかっていうのも教えていただけますか。そうですね、まあどんな映画にもってところなんですけど、やっぱ特徴としてドライバー口径が大きいということは低音がすごい気持ちよく聞けるってことなんですね。それゆえにマーベル作品とかそれ系の壮大なアクションなんかが合うんじゃないかなというふうに思います。2個目がこちら、ソニーフロートラン。価格が14,700円。これフロートラン、ながら劇にちょうどいい製品です。こういったですね、名前の通りに歩きながら走りながら使うっていうタイプのものなんですね。でそれゆえに部屋の中でも耳を完全に塞いでいないので快適に使える。オープン型のワイヤレスイヤホンなんで、例えばその家の中でなんか見てる時に、お兄ちゃんご飯やでっていうふうに言われてもすぐにこう自然とね反応しやすいっていうところがいいところ。あのね、高2の時のね家族内のコミュニケーションはマジで重要なんで、ちゃんとあのお母さんの言うこと、お父さんの言うこと聞きましょうね。誰なんですか。ということでそんなフロートランなんですけど、うん、どんな映画とか作品を見るときにおすすめですかね。
これね、なんでしょうね、やっぱそのつけ心地がさっきのヘッドホン以上に触れてる部分が少ないんですよね。実に快適なつけ心地っていうところが一番いいポイントで、この聞き心地がですね、なんかその妙なリアル感があるんですよ。バーチャルリアリティ感があるっていうかね。でさっきのはヘッドホンやったけど、こっちはなんとなしに一人用のスピーカーみたいな聞き心地になるんで、音の広がりっていう面でもあるけど、その自分自身がその作品の主人公になったようなその没入体験っていうものがしやすいかもしれない。で個人的におすすめなのはですね、自分自身がこう成長していくみたいな、そのもっとこうストーリーがすごいみたいな、この世界がすごいっていう意味で、まあ、スターウォーズとか、なんかそのスペースオペラ系の、なんか俺は今から何者かになっていくんだみたいな、俺の話なんだこの作品はみたいなやつと組み合わせるといいんじゃないかと思います。じゃあ3つ目はこちら、ドーン、はい、BOSE のクワイエットコンフォートウルトライヤーバッツ、39,600円。 BOSE といえばやっぱりノイキャンで、ノイキャン搭載のワイヤレスイヤホンがこちらになります。で、BOSE のイマーシブオーディオっていうのがですね、新しい機能としてついてまして、これ使うともうめっちゃ映画館っぽいんですよね。ものすごく広がりが豊かな感覚っていうのを得られます。で、これ密閉型のノイズキャンセリングイヤホンなんですけど、低音がすごく深くて迫力がいい感じです。こうむちゃくちゃ細かいポイントなんですけど、楕円形のイヤーピース、この楕円形のイヤーピースがフィットするすごい耳に対する負担が少ないんですよね。そういう負担の少ないイヤホンで、長時間つけるシーン、映画鑑賞にぴったりやないかというわけなんですわ。映画鑑賞にぴったりということなんですけど、はい、どんな作品がおすすめかを教えてください。これはね、やっぱね、一番面白いのがノイキャンが効くんですよ。なのでその室内の利用であってもノイズキャンセリングを使うことによって、普通の静けさからもっと静かな空間にこう変わるんですよね。ダイブしていくんですよね。この静けさを感じられるっていうところが、緊張感のあるシーンで生かされるはず。まあ、具体的に言うともうサバイバルホラーであったりとかパニック系のホラーとの相性がいいんじゃないかと思います。でね、はい、というわけで今回は映画を見るときにおすすめの製品を教えてほしいというお悩みに答えていったわけなんですが、はい、いかがでしたか。まあ、やっぱ高校生なんでね、そんなその湯水のようにお金があるわけじゃないんで、まあ、結構厳選して選択しています。ただその BOSE だけはちょっと高めではあったやん。そうですね、4万円弱ってことですかね、うん、やねんけど BOSE っていうブランド感ってやっぱちょっと俺も高校生ぐらいの時に BOSE 憧れたところがあったから、なんかその行ってみてもいいんじゃないかなって思った。3つのうち2つは開放型やったから、ちょっとその普段使いするにしてもその限定的な状況、例えばその電車とかの移動では使いづらいとは思うねんな。でも BOSE やったら多少値は張るけど、そのお家帰った後の映画鑑賞用にも使えるし、学校行ってきますただいまっていうその行き帰りのタイミングでもノイキャンが使えるから、これはちょっとその予算オーバーかもしれへんけど考えてみてもらってもええかもしれんねって思いました。まあ、例えばこんなイヤホンヘッドホンないかなとか、こういうシーンに使いたいねんけどおすすめありませんかとか、予算何円以内ですとか、お客様のお悩み、こういう製品紹介してほしいんやけどっていうピンポイントのものがありましたら、僕までお便りください、あるいはコメントの方をお待ちしております。そうですね、僕はね高校生の時に初めて買ったのが多分ねオーディオテクニカのプロゴシリーズやと思うんですよ。でこのプロゴシリーズっていうのがタワレコの視聴器に入ってたヘッドホンなんですよね。それそのまま買ったらええやんっていうすげえ短絡的なやり方をやったんですけど、まあ、これがなかなか良くてなんか誰か使ってるやつとかそのまま買ってみるっていうのも一興かなと思います。さあ高校生たちから僕は手紙が欲しいんで、ぜひ見て書いてコメントとか手紙とか書いてみてくださいね。頼むぞこんな感じで、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。